金曜ダーティータケシ富澤サンドウィッチマン The Radio Show サンデー。さあ時刻はお昼の1時を回りました。どうもこんにちは、サンドウィッチマン伊達みきおです。こんにちは、富澤たけしです。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、本日も日本放送キーステーションに宮城県の TBC ラジオ、福島県ラジオ福島、石川県 MRO ラジオ、京都府滋賀県 KBS 京都ラジオ、福岡県 RKB ラジオ、長崎県佐賀県 NBC ラジオの、今日は7局ネットで生放送でございます。最後までお楽しみください。よろしくお願いします。お願いします。さあこの1週間いろいろありすぎちゃってね。あったね。もうたくさんあるんですよ、喋れなくちゃいけないことは。まずはその吉田マネージャーの結婚式、はい、一番いいよ。一番喋れなくていいよ。グレープカンパニー、ね、吉田マネージャー、仙台商業高校出身の後輩ですよ ね、 ね、結婚しまして、結婚式割とラフな感じの結婚式、ね、今だからモツサンドの結婚式場だったんだけど、うん、多分日本の最新の結婚式なんじゃないの。だってモツサンドだよ。最先端、最先端っていうか一番新しい結婚式なんじゃないのかなって、ちょっと、まあ、なのかな、わかんないけどね。あの要するに円卓じゃないのね、まずね、うん、円卓だったじゃん、なんか俺ら結婚式っていうと。ステージみたいのもないんだよね。だからないの、あの、うん、高砂の席もないの。高砂っての席は決まってんだ。席は決まってんだけど、長テーブルみたいなのがバーンと2本置いてあって、うん、まあ新郎側新婦側っていう関係者ばーっているんですけど、うん、レストランっていうのかな、でもいわゆる結婚式場なんだけど、まあ、式場は式場だよね。うん、ラフな感じね。だ結婚式披露宴、うん、結婚式から行ったでしょ。挙式から来てくれって言われて、それもなんかもう挙式の時点 で、 独特だったんでしょ。まあ新婦さんもいないんですよ。ん、挙式って普通愛すること誓いますかみたいなやるじゃん、ね、うん、宗教関係なくやるじゃん、うん、俺なんかもそれやったし、うん、え、新、あ、その神父さんね。当たり前だよ。新郎神父の神父さんじゃないよ。新郎神父の神父さんいねえんだって。違う違う違う、新しいなと思ってる。違うよ、挙式で言ってんの。神父さん、牧師さん、カーネル・サンダースみたいな。カーネル・サンダースみたいじゃないだろ。カーネル・サンダースみたいな人がいないの。いや、誓いますかっていう人がいない。誓いますかっていうね。人がいない。誓いますっていうやつ、うん。もうその儀式がないんだよ。え、何すんのじゃあ。だ新郎新婦側に一応分かれてはいるんで。あれも座り方もなんか不思議だっちゃうじゃん。うん、不思議だった。向かい合って、新郎の団体、新婦の団体向かい合って座って。向かい合って、同じ方向を見るんじゃないんですよ。気まずいしね、あれ。教会じゃないから。そう。向かい合ってんの。俺はちょっとね、挙式から行こうと思って行ったら、その状態になってたから、ね、これ何これっつって。いや、そんで、もうその挙式の時点で、なんか友人代表のスピーチみたいなの始まるのよ。え？いや、ほんとほんと。各、新郎新婦は入ってきて何すんのじゃん。入ってきて入場して、うん、立ってんだけど。うん。何も言わない。あ、こんにちは、みたいな。あ、皆さん今日はね、ありがとうございます。あ、一応スピーチ的なこと。そう、で、そっからもう、そっからもう司会の女性の方が入って、うん、で、新郎側から二人、新婦側から二人ぐらい、その、いわゆる友人代表のスピーチみたいな。あ、そこでやんだ。うん、私はいついつ知り合ったものですが、うん、まあ二人のね、馴れそめみたいな、日常の話をして、うん、で、こっからはじゃあ披露宴です、みたいな。え、それだけ？もうなんかそれぐらいですよ。指輪、うん、指輪はやったな。やってんじゃねえ。俺ちょっとこんなね、もう吉田にも申し訳ないんですけど、楽天イーグルスの試合中だったんですよ。ちょっと時間帯的に言うと、はい、でちょっとその試合のね、うん、まあ、スマホで、うん、それ見てたっていうの。いやいや、見んなよ。すごく、そんなやつが行くなよ。接戦だった。やってんな、なんかやってんな、ぐらい。なんかやってんな、みたいな。うん。じゃあ、その、指輪とかはあって。そう。なんだ、お父さんと一緒に歩くみたいな。はやってたかな。そんな感じなの。全然見てないじゃん。じゃあ、大体やってるね。大体やってんじゃん。一通りやってんのかな、だから。形式がちょっと違った感じでしたけどね。ね、ケーキとかもなかったし。
メロンパン食わせてたね。ああ、そうでしたね。奥さんがメロンパンが好きだから、うん、メロンパンをかじるっていう、ケーキ入刀の代わりにね。で、なんか、やたらこっちも参加させられるのよ。それも披露宴の話なんだけど、うん、じゃあ今日、今来てくださってる皆さんを紹介しましょうみたいなので、全員を紹介するんですよ。新郎新婦が。うん、まず、うちの家族です、みたいな。うん、だから、吉田もさ、なんであれ、一回衣装変えるやつあるじゃん。ああ、衣替えね。衣替えね。衣替えじゃねえ。学ランから。半ズボンなんだよ。学ランからワイシャツになるやつ。そ衣替えじゃないかと。半ズボンじゃんと思って。うん、それ言ったそれも。半ズボンってないぞって。で、着てる高岸はオレンジだし。そう。長野くんは長野くんであの衣装だし。うん、そんで、なんだろう、あれ、うん、食べて、メロンパン食べて。はいはいはい、なんか、ポートレートを一人ずつ撮りますみたいな。あ、写真ね。うん。はいはいはい。いや、いいやと思って、撮んなかったら、よ、係員の人が来て、うん、写真撮っていただけますか？あ、僕、大丈夫です。いや、全員撮ることになってるんで。なんか一応、なんかあるらしくて。めんどくせえなと思いながら行って、うん。で、なんかご飯。食事。なんか、うん、釜飯。ああ、そう、でっかい釜が運ばれてきて、お釜ですね、いわゆるね。で、その蓋を一緒に取るんですよ、新郎新婦が、せーので。で、これは、写真のタイミングですよ、皆さん、とか、司会の、司会はうちの後輩のね、フランスピアノがやってて、シャッターチャンスですよ、みたいな。なんかその釜を、蓋を開けるのをシャッターチャンスらしくて、で、一応みんなでなんか集まって写真撮ろう、みたいな。せーので、その、蓋開けるんだけど、何大して湯気が出るわけでもない。中にご飯入ってるだけだし。何も書いてないし。別に書いてなくて、それを。お釜も深すぎて中見えないし。取りに来いっていうので、それぞれご飯好きなだけ食べてくださいと。自分でよそってね。めんどくせえと思って。要するに、今日来てくださった方々に同じ釜の飯を食べてほしいから、っていう、まあまあ、あるんですよ。めんどくせえな。趣旨がね、うん、でみんなでその並ぶのかご飯食うんだっつって、うん、でなんか給食みたいにみんなご飯並ぶんですよご飯食うのにお茶を持ってビュッフェスタイルみたいになって、うん、給食みたいにものすごい行列できてで最後にみんなで新郎新婦に手紙を書いてくださいって言われるの、うん、そうです ね今日のこととか、うん、これからのことを皆さんお手紙書いてほしいんですっつってめんどくせえで便箋とボールペンが渡されるんほんでみんな手紙書くときなんかみんなヘラヘラしないねくちゃべんないから、うん、一旦ねみんな無の時間カリ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 っていう時間がなんか授業みたいなねもう間もなく終わりっていうあみんな間違ったとか言いながらそれでお開きなんですよ、うん、でその手紙を新郎新婦が最後お見送りしますっていうところで手紙を渡して変な水もらって変な水って言うなお水ですって言われて水別にいいけど本当水配ってんのお前謎が多い謎の水をいただいて帰るぞ帰るぞ終わった終わったっつって、うん、まあまあお幸せそうだね、まあ、ねよかったんですけ よかったけどまあまあでもあったかい感じのね、うん、割とそうですね新郎吉田もね割とマイク持っていろいろ喋ったりする、うん、なんかアットホームなで奥さんが高橋みなみちゃんっていうねもう AKB の総監督やったみなみちゃんですよ、うん、のマネージャーさんマネージャー同士そうそうそう、うん、ね, ねまあまあ幸せそうに、うんいい感じでしたよ。そうですね、うん。あの形式は初めてだった。ちょっと戸惑いがね。ね。手紙？だもう引き出物っていうのもさ、要するに今はもう大体カタログギフトじゃない。うん、まあ正直俺もそうだったよ、うん。俺の結婚式もね、カタログギフトしたけど。うん、まあ好きなもん選べるからね。うん。でもなんか昔のさ、うん、結婚式行った時とかは鯛の形したかまぼことかさ。昔はね。あとなんか おこわとか入っててね。バームクーヘンとか、新郎新婦のお皿とか、ね。お皿とかコップとか。うん、昔はね。ね、うん、でっかい結婚式行ってきたでしょってなるでっかい紙袋ね。みんな持って白いやつ。もうないのね、そういうの。ちっちゃい紙袋にさ、うん、本当に。カタログギフトスッと入ってる、うん、ぐらいのね。ね、うん。その後どこにでも行けるぐらいの荷物。うん、
まあコンパクトでね、いいのかもしれないけど。でもやっぱうちの親父とかが結婚式とかね、うん、僕ら小さい頃、うん、結婚式って帰ってくると、うん、ちょっとこう、お料理が入ってる、折り詰めが入ってたりとか、うん、で、おこわご飯が入って、うん、それこそでっかい鯛の形したかまぼことかが入ってて、うん、それを子供ながらに、そのでっかい紙袋を開けるのが楽しみだったわけ。うわ、ご飯入ってる、ご飯食おう食おうっつって。まあ家族はね。天ぷらの盛り合わせみたいなね、なんか。何入ってんのなんつって。そうそう。ね、開けて開けて。そう、それが夜ご飯になるわけですよ。あ、はいはい、で、みんなで食べてさ、はい、いいなーとか言って。うんうん、今もうないんだよ。カタログギフトです。カタログギフトなんかもらった日にはさ、いくらぐらいのやつなんだろうって。みんなそればっか考えるでしょ。まあまあまあ、多少ね。ね。よぎるよね。うん。ああ、これは5000円ぐらいかなーとか。ね。まあ考えちゃうよね、自然とね。これ8000円、まあ1万円ぐらいじゃないか。あれでもこっちいくら払ってるからな、みたいなね。マイナスだね、とか言ってね。まあ、足し算引き算は、まあ。それはまあ、多少ある、ね、昔からやるんでしょうけど。うん、まあ変わるよね、結婚式っていうのは。いや、結婚式の話長えな。俺話すつもりなかったから、そんなに。いや、ちょっと衝撃。だから俺ブログもさ、衝撃だったから。綺麗にブログ書いてたけど、結婚式の。いや、よく考えたら一般の人だなと思って。まあ言うたらね。そう。だからあんまり上げちゃ良くないのかなと思って上げなかった。だから一応、だから確認取って大丈夫っつって、うん、大丈夫ですって言うから上げたで。読んでる人一般の人の結婚式だな、要するにね。うん、まあ言っちゃえばね。そうそう、そう。だ本当はブログなんか別に書かなくてもいいんだけど、うん、もう写真撮っちゃったし。まあ来てる人はね、撮っちゃったしなっていうか写真なんかいっぱい送られてきたから。そうそうそう。うん、いやだから考えたけど、これ一般の人だなって思って。うんまあまあ、うちのマネージャーにもなってないからな、吉田は。担当になってないからね。俺たちのマネージャーはちゃんとはやってないのね。臨時できたりはするけど、うんうん。ただ仙台商業高校の後輩ではあるっていう直系のね。だからまあまあ、今のね、結婚式ってこれからこうなっていくのかなっていう、うん。まあ、変わってくんじゃない?でも別に短いわけじゃないですよね、2時間半ぐらいや。で、みんなで歌を歌うとか、友人代表が歌を歌うとか、芸出しをするみたいなのもないもんね。なかった。だからな、ないね。ないでしょ?うん。テントウムシのサンバ、ね。テントウムシのサンバとかさ、歌わないんだよ。長持ち歌とか。昔、誰かの結婚式だったら、でも、おっさんがさ、長え歌、ずっと民謡みたいな、ね。なんだよ、この歌っつって。あ、そっち系な。まあ、酔っ払ったおっさんも別にいなかったし、ね。いなかったね。なんかね、これから多分こうなるんじゃないですか、結婚式。まあ。もしかしたら。よしあしだけどね、それはね。またね、芸能人みたいに大人数呼んだら、うん、また違うんでしょうけど。そうそうそう。うん、だそれこそ高安を、ね、元大関高安関の結婚式行った時は、すごかったですからね。もう円卓で、うん、それこそ飛天の間ですからね、うん。品川プリンスのね。まあ、うん、写真が止まんない止まんない。写真ずっと撮ってください、撮ってくださいっていうので。うんそういう夢グループの社長もいたんでね。いましたね。うん。いや、いいんですよ。それ以外にもたくさん話さなくちゃいけない。何ですか?まず、ディズニーランド。あ、ね、ディズニーシー。まあ、ディズニーシーですね。はい。行ったじゃない。行きましたね。ええー。新エリアがオープンするってことで先駆けて。そうなんですよ、はい。ファンタジースプリングス。うん。ね、ディズニーシーの中にある。よかったですね。いやー、面白かったね。ね。ピーターパンすごかった。一般的には6月頭ぐらいに、公開されるんでしょうけど、うん、まあその前にっていうことで、うん、まあ我々こうロケに行くような芸人とかね、うん、いろんな人がこう、最初に入れさせてもらうんですよ、はい。まあこれはよくあることらしいんですけど、僕らは2回目かな、招待いただいたのは。ほんで宣伝してね、みたいな、ね。そう、こうやってラジオで話したりとか、うん、ぜひ来てくださいって言ってくださいっていうことなんでしょうけれども、うん、そういう依頼も別にされてないんですけど、ね、うん、でもやっぱりいいね。楽しいですね。夢の国。うん、あ、楽しかったですよ。アナ雪。ほんでまた芸能人だらけだから、うん、なんかすごい世界になってましたね。すごい世界でみんな変装もせず帽子も被ってないマスクもしてない女優さんとかアイドルの人とかがいっぱいいるわけですよ。うん、俺なんだろう、頑張れルーヤと熊本プロレスに何回も会うの。ああ、あった、俺も。俺7回ぐらい。どこ行っても。7回ぐらい、ほんと。なんでこれだけ。芸能人がいて、そう。いろんな人いるのに、お前らとばっかり何回も会うんだよ。よしこ。よしこ。ね。うん、で、俺がちっちゃい声でさ、クソがって言うと、クソがって言うよ。やめろ、夢の国で。やめてくれ、夢の国で、お前。いや、伊達さんが言うからでしょ
そうです。何回も大きい声で、クソゲーやめろお前っつって。芦田愛菜ちゃんとかと会ったりとか。愛菜ちゃん会わなかったな。愛菜ちゃんも2、3回会ったかな、愛菜ちゃんぐるぐる。石原さとみちゃんとかね、いろんな方いらっしゃいましたよ。反町さんとか。ザキヤマさん会ったでしょ？そう、山崎さんも。山崎さんもうまん丸いってたから、ディズニー仕様の T シャツ着てね。山崎さんもう帽子とかマスクとしてないんですかって言ったら、いやいや、ほら、大スターがさ、もう、誰も変装してないから、こっちがしてたらバカみたいじゃんって言って。確かにそうですね、つって。お会いしましたけど。ね、結構だから。クリームの上田さんが、俺ら家族で飯食ってたら、隣の席になんか来て。あ、そうなんだ。空いてるここ。いや、空いてますけど、こんなに広いのに、いっぱいガラガラなのにって。言ったら、いい？ここに座って、つって。ご家族ですよ、上田さんの。で、そこです。一緒にご飯食べて。面白かったです。で、この後、ゴーイングなんだよ、とか言いながら。あ、そのまんま。そうそうそう。俺は、だから、ご飯も食べてください、みたいなので、並んでて、なんか、見えねえな、メニューが、とかやってたら、前にいたのがツッチーで、ナイツの。あ、ツッチーで。おぉ！つって。はいはいはい。土屋くん分からないからね。分かんないからさ。で、そっちに伊達さんいますよ、みたいな。あ、そう、つって。いろんな人に言われましたよ。あっちに富澤さんいましたよ。いや、別にいいんですよ、と。ね。ね。で、上田さんが絶対来んなよって言ってます、みたいな。そうそうそう。あ、じゃあ行かなきゃダメだ、つって言って。いや、いいよね。ああいう、なんか、いわゆる、プライベートで、いろんな先輩方とか、お会いすると思うと面白いね。家族連れでいたりするからね。そうそうそう、そう。ちょっと面白いです。あ、こんにちは、なんつってね。まあまあ、3時間半ぐらいかな、その公開させていただいたのは。新しいのが4つかな。そう、アトラクション4つですね。一応全部乗って。もう面白かった、最高、また行きたい。ねえ。ぜひぜひ皆さん楽しみにということでしょうね、6月。ツッチーは呼ばれてるけど、花君呼ばれてないんだよね、あれ。そうなんだよ。なんかその、あのね、要するにディズニーリゾートから、招待状が届くんですよ、これ。ね。で、我々はたまたま2人揃って届いてるんですけど、ナイツに関する、まあ、ナイツのラジオショーでも言ってたと思うんですけど、花君には届いてる。土屋君にしか届いてない。なんだろうね。で、アンタッチャブルは、山崎さんには届いてるけど、柴田さんには届いてないんですよ。なんかコンビでもね。不思議なんだよね。なんか言ったのかな、悪口とか言ったのかな。何も悪いこと言うものがないでしょ。でも不思議だよね、その、ね、不思議ですね。どういう基準なの、出し忘れなのかも知らないけどね。わかんないけどね。まあ、いいよね。あの、招待状が届くようにしていきたいよね、これからも。ある程度なんか、あんな機会ないからさ、なんだろう、認められた感はね。ちょっと嬉しいじゃん。だからロケとかに行くじゃん、俺らたまにディズニー系は。そういうのもあるのかもしれないね。そういうのもね、番組で扱ったりもあるからね。そう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 。まあそれがディズニーランドの、ディズニーシー。ね、ぜひ行ってみてください。すごいですから。で、今ちょうど、アパホテルの元谷社長が、はい。日本放送来てて、はいはい。この間カレーのね、ああ。話してましたよね。レトルトカレーの番組で大会やってましたけど、で、まあ、美味しいじゃん、アパ社長カレー。そのあといっぱい持ってきた。ありがたい、ね。山ほど。元谷社長。なんか、スプーン。スプーンもくれた。そう。なんかゴールドスプーン持ってきました。あと、カレーうどんも作ったのって、アパホテルで。最近出た、ね。でも、チンしたらそのまま。袋のまま。袋のまま、それが容器になって。食べれば。食べることできますから、つって。ぜひ。食べてください、つって。やったね。みんなの場あって。アパ社長カレーうまいからな、うん。ありがたいですよね。ああ、すごくありがたいですよね。あとね、びっくりしたのは、スタジオにキュウリがね、二箱届いてまして。何カッパからカッパじゃないです。キュウリ農家さんがね。あ、なんか前メールもらったな。先週僕がキュウリをカリ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 って食べるやつあったじゃないですか。あ、はいはい、まあそのコーナーは今日からないんですけど。で、うちのキュウリも食べてくださいということで、お手紙と一緒にね、大量のキュウリが届きました。これは嬉しいですよ。広島ですね。これは冷やしてさ、もう、暑くなってきましたね。暑くなってきたから、キュウリは体が冷えていいんだよね。体が冷えないように。食べないといいんだよねってあんま聞かないけど。俺らはほら、体冷やしたいじゃん。内側から。暑いからね。これ冷やして味噌つけてさ、もろきゅうですよ。
かありがたい。シャキシャキっと。ありがたい。ありがとうございました、うん、本当にキュウリ。すいません、ね、なんか2箱もどっさり届きましたんで。ね、今日持ち帰り放題ですね。はい。これね、キュウリ食べます。キュウリ食べます。キュウリいいとかいう話してたよね、前ね。そうそう。なんかね、あがりんですね、うん。あとね、うん、ゴルフ行ってきまして。あ、ゴルフね。あの、アンタッチャブルの山崎さんがずっと誘われてたんですけど、うん、なんかこう、こっちもね、スケジュールの都合で3、4回行けなくて、うん、で、やっと、いやー、やったらいけると思って、うん、山崎さんと、増田岡田の岡田さんと、うん、あと次長課長の小本さんと、お笑いメンバーだ。うん、で、僕で4人でね、うん、行ってきましたよ。みんなうまいんじゃない？うまいの、ね。みんな20年戦士。ああ。そう、岡田さんも山崎さんも小本さんも大体。うまかった。岡田さんと山崎はもう80代の前半。で、河本さんも、最近やってないねんと言いながら、うん、今年2回目のゴルフで、ちゃんと90代の前半ね。で、俺だけ100切ってないです、また。104。でも、まあまあ、ついてって、まあ、ついていけたかなっていう、まあ、そのぐらいだった。感じだったけどね。うん。ありな感じじゃないですか。そうそう。で、朝9時スタートだったの。9時4分かな、うん、それぐらいのスタートで、俺、早く行って練習しようと思って、7時半ぐらいに着いて、朝。そんなに練習するの？俺もうちょっと練習したかったから、うん、打ちっぱなしとかちょっといけてなかったんでね、うん、したらもう土砂降りなわけ、うん、前の日の夜12時に雨は上がりますっていう天気予報だったんだけど、うん、ずっと降り続いてて、うん、俺家出たのが5時過ぎぐらいだったんだけど、もう土砂降りよ。でもなんでまだ降ってんだろうなと思ったら、まあゴルフ場着いても土砂降り。やんの？ゴルフってこれ中止になるぐらい雨降ってんなと思いながら。多少の雨ならやるだろうけど、土砂降りとなるとあんまり。そうそうそう。で、雷になるとやっちゃいけないの、ゴルフ場がね。落ちるからね。うん。で、誰も来ないし、まあそれは来ないよね、まだ7時半だし。で、雨ザンザが降ってるし、で、練習行きたいけど、もうその前に濡れんのも嫌だし、まあそうか。ずっとそのゴルフ場のフロントの方に座ってさ、見たら誰も来ないなと思いながら。それ中止とかっていつ分かるもんの？多分2時間ぐらい前に、もしくは俺は山崎さんから誘われてるから、メール来るかなとか、うん、ちょっと今日ひどいね、みたいな。うん、で、来るのかなと思ったら全然来ないから、うん、そしたら岡田さんがまず来て、降ってるやないか、とか言いながら、で、喫茶店行こう、喫茶店。つって、二人で喫茶店行って、そしたらもう河本さんとかも来て。一応みんな来て。うん、みんな来て。うん、で、岡田さんがね、ドリンクやったらええよ。注文しとか言って。怒ってくれた。で、朝ごはん食べる人もいるんですよ。ゴルフ場って。食堂みたいな、レストランの、ね。朝定食みたいな。で、お腹空いてたんですけど、で、お母さんが、ドリンクやったらええよ。ドリンクにし朝やし。とか言って。あ、ドリンクせこいですね。うん。で、俺、おるかな、そりゃ。とか言いながら、お母さんが。ドリンクを？ドリンクを。ドリンクをいろんなとこで言ってやーとか言って。ドリンクをごちそうになったって。ごちそうになったって。つって。はい。つって。で、みんなでこうアイスコーヒーみたいな飲みながら。やそしたらね、朝9時にピタッと雨が止んだ。おしてこれやろう。いけるじゃん。うん。で、わーっとやるわけですよ。もう楽しくてね。うん、みんなうまいからさ。で、お昼ご飯になるんだけど、うん、お昼も今度、まあ、ちゃんとレストランでね。うん、ゴルフ18ホールあるでしょ。9ホール終わったらご飯食べて。うん、で、また9ホールやるっていう流れなんだけど。うん、食事休憩みたいな。そうそうそう、そう、うん。で、またメニューを見ながらね。うん、で、山崎さんが、うん、ありがとうございますとかって言い出すの、急に。ごちそうさまです小川さんごちそうさまですとか言って。なんで払わなかった乗ってるやんか、みんなと。お金ね。いやいや、大先輩じゃないですか。どう考えても、みたいなので。で、お母さんが、2000円の、カツカレー頼んだのかな。うん。俺カツカレーやな。まあまあ、高級ですからね、ああいうとこ、ね。いや、高いですよ、レストランね。うん、そして山崎さんが、うん、もううなぎ食いたいな。うなぎ。うなぎ。うなぎまた高級。あんまり俺見たことないそのゴルフの途中でうなぎ食ってる。がっつり行くんですよ。メニューでは見たことあるけど、誰うなぎ食うんだろうね、と思ってた。だいたいカレーとか、そう、まあ、ラーメンとかさ。まあね、そんな。カツ丼とかね。うん、生姜焼き定食とかなんだけど。うなぎ食いたいよね。ダチョウもうなぎ食うとか言って。うん、で、河本さんもみんな、いいね、うなぎね、とか言って。4000円ですよ。1個。もう1人前4000円のうなぎ。うなぎですか小川さん。とか俺がカツカレー、半額のカツカレーって言ったんだけど、その倍のね、うなぎ、
うなぎ食うんかいと。うん。うなぎ食べたいですよね、やっぱりね。こんな機会ないじゃないですか、みたいなので。で、うなぎをね、ごちそうになって。岡田さんに。あ、出してくれた。出してくれた。もう、ものすごい嫌嫌。ものすごく嫌嫌ですよ。必ずラジオで言えよと。日本放送や、分かっとるな。ラジオショーで絶対言えよと。怒ってもらったと。ブログに書けよと。ね。もう、うなぎと言ったら岡田やと。いろんな人に、うなぎ怒ったんですねって言われるように、もう、せなかんでと。もう言いました、だから。そんなにおごりたくなかったっ、ね。おごりたくないんでしょうね。でもまあ、最終的にご馳走していただいたんですけど。岡田さんは結局、うなぎ食べた。岡田さんだから、カツカレー。カツカレーですまんま。まんま。で、3人うなぎ食べ。3人うなぎ。でも、みんなその後ドリンクもつけるしさ。そんなメンバーで飯食ってたら見られない。見られるよ。もうみんな大騒ぎ、笑ってんの、みんなお母さん。あれで。ああ。うなぎ食べたいんかお前らって店員さん呼んで、うん、今日うなぎは入ってんのとか言ってあ普通にありますけど、うん、入ってんのかいとか言ってあんまそういうとこじゃないじゃないですかゴルフ場でも面白くてみんな笑ってるんですよじゃあごちそうになりましたお母さんにねえ、うん、もうちょっと気持ちよく怒ってくれるといい気持ちよく怒ってほしかったですけど ねだお母さんがほら、まあ、他局文化放送でラジオやってる日曜日ね、うんうんちょっとみんな今聞いてるリスナーの方も、はい、岡田さんと、うん、みんなにうなぎをおごったようですねっていうメールを送ってください皆さんそっちのラジオそっちの方に言ってましたよとね俺が言ってましたと日本放送で話題ですよとうなぎの岡田うなぎの岡田うなぎ岡田でねうなぎ岡田で検索検索してくださいと出てきますからそうそうそうそっからなんかいろんなの、岡田さんのさ、ロッカーキーでいろいろ買い物ができるわけですよ。現金使わないで、一人一人ロッカーキーあるから、それで買い物できるんだけど、もう岡田さんの番号を山崎さん把握してる。あ、これじゃあ280番だったこれ280番だった。で、キャディーさんつけて、キャディーさんにお世話になりましたって、キャディーさんにギフトを送るっていうシステムを俺知らなかったんだけど、今日一日キャディさんありがとうございましたっていう。うん、それが、ビールケース、ビール、うん、?6 本入り2つとか。それなんかカードがあって、それをキャディさんに渡すと、うん、そのキャディさんは、そのビールが手に届くみたいな。それも岡田さんの280番で。全部あの280番で。お願いします。お願いします。280番岡田で決定。最後、生産。それは一人一人プレイ代を出すから。まあまあね、で、大体、まあ、2万3000ぐらいだったかな。一人。うん。まあ、いいとこだったから。うん。そう、岡田さんだけ5万ぐらい。おかしいやろ、これ。じゃあ、岡田さん、ありがとうございます。ごちそうさまです。お疲れしゃーっつって。岡田さん、最後に買ってました。わおっつって。うん。ものすごい内訳見てました。領収書の内訳。おー、これはこれ何や、このね、このいくらってこれ何や。面白かったです。怖いですね。怖い遊びです、ね。怖い遊び。さあ、そろそろね、行きなさいということなんですけど、はい、コンプレックスの話してないじゃん。する時間あるの？コンプレックスの話はね、2、30分あるよ。じゃあないです。じゃあない。で、吉田の結婚式の話いらなかったんだよ。いらないって言ったらあいつに失礼よ、もちろん、ね。いや、ね、それは。お祝いの話だから。うん。それはしょうがないじゃないですか。いや、コンプレックスの話。多分、だから、リスナーの方も、はい、コンプレックスのメールこれだけ届いてますから。うわいわ、いっぱい来て、ほら。話するんだろうなと思って今、聞いてるんでしょう。俺、初めてコンサート行って泣いたんだから。ね。自然との、自然との涙よ、これ。だからよくね、我々もライブやってて、出てくとお客さん泣いてたりすることあるんだけど、どうしたんですかってなるんだけど、はい、なんかこの感じに近いのかっていうね。もっとすごい感じですね。もっとすごいんでしょ。コンプレックス。もうなんかボロボロ涙出てきたもんね。いや、感動してね。吉川晃司さんのコンサートは何度もお伺いしてますけど、うん、コンプレックスとしてのライブは生初ですから。もうだったら2年しかね、コンプレックスって活動してなかったですから、そうそうそう、行く機会もね、なかなかなかったし、前回も行けなかったですし。これ、もう次行かないといけないなって。なんかどっかで、コンプレックスの話をやります。
合間合間に挟んでいきますか、ね、合間合間で挟んでいきます最高だったから、とにかくね、ちょっとね、氷川さんと布袋さんも最高よ、興奮冷めやらぬというか、ね、そうやっぱ帰って聞くし、ね、俺帰ってからまたコンプレックス CD 聞きましたよ、ね、うん、静かに真っ暗にしてコンプレックス聞いて、すごかったね、最高、今日もだってね、アッコさんかけてましたけど、ね、うん、そうですね、ね、一旦行きますか、一旦行きます、東京ドームに東京ドーム一旦行かないですサンドウィッチマンラジオショーサタデースタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready? Sandwich Man, the radio show, Saturday!いや、コンプレックスですよ。いや、言うんかい、その話。喋るんかい。改めまして、サンドウィッチマン伊達みきおです。富澤たけしです。そして、日本放送アナウンサー、東島えりです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。挟んでくださいね、コンプレックス。いや、コンプレックスが本当に良くてね。いった、東島さん。いいな。東島さん、世代が違う。世代違う、言ってないから。いや、あれはもう、損してる。人生の半分損してる。いや、よく言うやつ。よく言われるやつですね。まあ前回再結成したのが東日本大震災の復興のためにね、チャリティーライブお二人が立ち上がって、ね、で今回能登地震の、はい、だから いわゆるチャリティーライブなわけですよ、うんうん、だ僕たちは席は取っていただきましたけれども、うん、もちろん入場料お支払いして、はい、ものすごい遠かったんだけど、あのコンプレックスの2人とは対局の場所にいたんだよね、どうしても距離が、まあ、正面は正面なんだよね、うん、ただ真逆の一番遠いところです、に鼻の穴ぐらいのもっとちっちゃいあれはコンプレックスなんですかっていうぐらい多分あれだなっていうぐらい遠くで2人動いてるのあれが木川さんと布袋さんかなぐらいのね、肉眼ではもうだからどんと大画面見る感じですけどね、でもあの本当に雰囲気を味わえたっていうのはすごく嬉しかったよね、すごかった。だから木川さんはいろいろ関係性もあのこっちがね、うん、ファンっていうこともあって一緒にコントさせてもらったりとか、うん、あの帰れマンデーに来ていただいたりとか、ね、ちょこちょこメールもやらせていただけるような、うん、関係性なんですけど、うん、やっぱすごすぎて、うん、俺だから最高でしたとか、うん、メール送ってない送れないなんかやっぱちょっと次元違う人なんだって思って、帰れマンデーとかで一緒に歩いちゃダメだと思ってスターでスターすぎて俺送りましたけどね、嘘、はい、返信来た、返信来るんだけど、うん、キッカーさんってすぐ終わらせようとするじゃないですかそうなんですね、どういうことですか、一回のターン、一回送って、一回帰ってきて、最後に、またのっていう、あの、広島弁の、あれが入ってる。はいはい、うん、またのって言われちゃうと、なんか次送るの。何を送りたかったの、いや、だから最高でしたみたいなことを送って、帰ってきて、うん。それでいいじゃん、終わりで。で、もうちょっとこっちも、なんか伝えたいじゃん、こう。いや、もう鬱陶しいわ。胸の中に、ね、鬱陶しいな。いっぱいありますからね。ね、うん、それは一個目で、お前のあれで送るべきなの。いやなんかそのもう一回あのグッドサベージのギターバトルでちょっと紹介しました、ね、ああもういいそういうの大丈夫です。でも吉川さんがまたあのこっちこそ君のブログで泣かされましたよ、うん、笑いみたいな、ブログ読んでくれてんだ、これまた続けたいんだけど最後にまたのって入ってるからあもうこれはいやもうやめときなさいってことですね、そうあれかとかね、菅谷さんに会いましたよとかも言いたかったんだけど、ああ吉川さんのお父さんにお会いしてね、仙台の定規の油揚げ食べたよね、言っていただいて、言いたいけどまたのって書いてあるからいやいやそれはもうそれはまたのなんです、やめるか、であのずっとあのコンプレックスの話結構今しちゃってるから、ね、そうですね、次どの時間でまたどのパートで聞けるか楽しみにしていただいて、ね、今日ごめんなさいウエンツもバラしてよねいいよウエンツ別にウエンツバラしてコンプレックスの話興奮がすごい、さあ今日のメールテーマ、はい、メールテーマどうしましょう、まあディズニーシーでいろんな芸能人と会ったし、はい、うん、あそう偶然会ったみたいな人誰かいませんかっていう、街で偶然会って、ね、
嬉しかった人、うん、まあ、芸能人でもいいですし、はい、初恋の人とばったり会ったとか、うん、なんかどっかでばったりこんな人に会いましたという感じのね、はい、あのアザラシのタマちゃんでもいいですし、はいはい、エピソードをともに送ってください。はいはい、さあ一応、まあ、バラしてもいいんですけども、まあ、一応こっち向かってるってことで2時台ウエンツが来ますんで、今ウエンツじゃないんだよな、いやいやいや、コンプレックスの今お呼びしてるんですこちらが、コンプレックスの話したいんだよな今で今ウエンツまだ日本ス入ってなければバラしていただいてよかったですね、うん、ゾウさんと布袋さん来てくれないかな、まあ、もしウエンツのコーナーがあるならばということで、はい、メールもお待ちしております、まあですね、はい、あちょっとお二人あ、来ちゃった、入ってた、来ちゃった、ウエンツ来ちゃった、入り早いなまだ25分前よ、入りが早いよ、あーもうごめんウエンツ、ごめんごめん、 いるよちょっとバラシでもいいけどね、コンプレックスの話したくて、ちょっとごめん、すごい興奮してた、今西武ライオンズの話もしたくないですよ、そんなの今したくて、ちょっと待って、あの西武のユニフォーム着てくるんで、ちょっと待って、いいからまだまだ早い、まだまだ2時から出番後に、まあまあ、先頭で2時台にお越しくださるということですよ、来ちゃったんでバラさない方がいいですね、ちゃったな、お尻をしてるね。二次台を楽しみにぜひ、はいはい、そして今回も富澤賞として3名の方に番組オリジナルステッカーをプレゼントします、はい、さらに今回もプレゼントがありますこの後お送りする福島見つけたのコーナーで計算牛バーグ4個セットを今日も番組を聞きの方の中から抽選で7名様にプレゼントします、はい、ハンバーグ希望と書いてお送りください。ハンバーグ、ハンバーグ、はい、同じ内容のメールは1通まででお願いします、はい、受付メールアドレスはサンドアットマーク 1242.com SAND サンドアットマーク 1242.com X を使いの方はハッシュタグサンドラジオショーをつけてつぶやいてください。はい、よろしくお願いします。はい、サンドウィッチマン The Radio Show Saturday。家の周りで羽アリを見かけた、それはまさにシロアリの危険信号。日本放送ラジオリビングと来年創業100年を迎える三共消毒との共同企画、シロアリ駆除サービスにお任せください。お問い合わせはラジオリビング 0120-1242-86、 調査見積もり無料、三共消毒のシロアリ駆除サービス 0120-1242-86 まで。シロアリ駆除なら1にも2にも3。薬をまかずにご家族やペットに安心のエコベイトシステムもあります。ポール・マッカートニー写真展、世界を席巻した60年代のビートルズをポール自身が1963年12月から1964年2月までの約3ヶ月間に撮影した貴重な写真およそ250点を展示。メンバーのオフショットをはじめ、ビートルマニアの当時の熱狂をポールがどう見ていたのか、ポール自身が撮影した写真を通じて体感できます。ポール・マッカートニー写真展、7月19日金曜日から六本木ヒルズ森タワー52階東京シティビューで開催。詳しくはポール・マッカートニー写真展で検索。梅沢富美男劇団特別公演、梅沢富美男&研ナオコあっと驚く夢芝居、6月6日茅ヶ崎市民文化会館、13日横須賀芸術劇場、チケット好評発売中。詳しくは日本放送イベントホームページまで。伊達みきおです。富澤たけしです。サンドイッチマンです。サンドイッチマンザラジオショーサタデー。サンドイッチマンザラジオショーサタデー。この時間は発見福島と福島グルメを盛り上げるこちらのコーナー、福島見つけた。月替わりでサンドさんも大好きな福島県産のおすすめの一品を紹介していくコーナーです、はい、今月ご紹介している一品はこちら、福島牛岡田さんの言い方です。ギュー、ギュー、ワオ。聞いてくださってるでしょ。福島、ワオ。今うなぎですから。そうだ。うなぎ岡田です。
今月も先月に続いて直接お電話でお話を伺おうかと思います。嬉しい、はい、今日お電話に出てくださるのは今月のプレゼント計算牛バーグを提供してくださっている、はい、福島県田村市にあります川合精肉店の店主川合達也さんです。はい、昭和20年前半から、うん、福島田村で精肉を取り扱う老舗店なんですよね。すごいな。お肉の専門店として食肉小売と業務用店への卸売に拡販し、うん、川合の肉としても信用がある人気店なんですよね。すごいね、うん、昭和20年前半から、ね、ちょっとじゃあ呼んでみましょうか。はい、川合さん。はい、こんにちは。どうもよろしくお願いします。お願いします。どうもどうも。福島県田村市ということは三春の滝桜の近くですね。うん、あ、もうすぐ近くですね。ねえ、この間ね行ってきたもんね。はい、お邪魔しました。吉島さんも行きました。すごい。何代目になるんですか、河合さん。祖父の代からで私で3代目です。すごい。いや、頑張ってください本当にね。今この時間忙しいんじゃないですか。大丈夫ですか。今日はちょうど福島県の郡山市に出張バーベキューで100人分のバーベキューをやってます。100人分。じゃあ今郡山にいらっしゃるんですか。はい、今郡山でジュージュー焼いております。すいません。どこですか。海星山公園とかですか。会社さんのちょっと展示会で。ああ、そうだったんですか。バーベキューをやっております。うわー、盛り上がってますね。じゃあね、焦がさないように、はい、たくさん焼いております。ちょっと今放置して。河合精肉店さんはどんなお店なんでしょうか。はい、私で3代目でして、本当に田村市常盤町の町のお肉屋さんとして小売り卸しをやりつつ、私の代からそのケータリングであちこちでバーベキューを振る舞うということをやっております。はあ、いいですね。この計算牛バーグが美味しかったです、ね。めちゃくちゃ美味しかったですよ。いやー、よかったです。嬉しいです。ありがとうございます。本当に美味しかった。これポイントはどこなんでしょうか、河合さん。そうですね、計算牛といって普通の牛肉だとだいたい2歳半ぐらいで出荷されるんですけど、はい、当店の計算牛バーガー約7歳8歳約 2,3 倍飼育されているので、はい、その分こう肉の味がすごい濃くなっているのが特徴です。あ、だから美味しかったのか。そんなに違うんですね。うん、はい、うん、すごく美味しかったもん ね。いやー、よかったです。嬉しいです。本当に。なんかおすすめの食べ方というか、うん、ソースとかってあったりするんですか。こうやって食べてほしいみたいな。はい、その和牛の油もしっかりこうこねて混ぜてるので、はい、焼き上げた時に肉汁が出るので、そこにこう焼肉のタレとかケチャップを混ぜて、ね、こうグレービーソースを作ってもらって、またハンバーグにかけていただくと、より一滴残さず楽しめる。うわうわうわ、これまたご飯に合いそうですね、河合さんね。ああ、もう、たまんないですね。たまんないです、本当に。いやー、いいなー。食べたい、また食べたくなっちゃった。ね、ちなみに、はい、コロッケなんかもあるんですか。コロッケもあります。昔ながらのコロッケもありますし、あと、うん、コロッケじゃないんですけど、うん、牛メンチカツという当店おすすめのメンチカツがあります。牛メンチカツもありがとうございました。本当に、はい、大人気なんですもんね。これはちょっと僕日本唯一のコロッケ専門番組やってますんでね、 BS、TBS で拝見しております。ね、ちょっと見てらっしゃる。行かないといけませんね、河合さん。これぜひぜひお越しください。食べていただきたいです、ね、揚げたてを。わかりました。食べに行きます。店舗は 100% で作ってるので、あ、冷凍 100% の油で揚げてるので、ジューシーです。ちゃんと店舗があるわけですもんね。そうそうそう、はい、そこではあれですか、やっぱりラジオショー BGM で流してたりするんですか。 BGM は、あ、そうですね、これが軽いな。流さないでしょ、あんまり店の中で。ラジオね、ぜひ、これから、はい、ね、お願いします。ね、ラジオ福島でぜひね、はい、じゃあまずは伊達さんがお店に伺うことになるかもしれませんけれども、はい、ちょっと必ずお伺いしますんで、はい、待っててください。ラジオね、伝えてほしいです。ね、はい、お忙しいところ、今日はありがとうございました。ありがとうございました、河合さん。ね、焦がさない。ありがとうございます。またお伺いします。はい、お待ちしております。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。お声からね、お人柄が伝わりますよね。絶対いい人だよ ね、うん、会いたい。そんなとっても名福島の一品お話を伺いました。川合精肉店様の計算牛バーグ4個セットを、はい、発見福島から番組お聞きの方の中から抽選で7名様にプレゼントします。本当美味しい。はい、ご希望の方はサンドアットマーク 1242.com まで、メールの件名にハンバーグ希望と書いて、本文には今日のテーマも添えて、住所、氏名、年齢、電話番号も忘れずに書いてご応募ください。はい、
します。あ、なんか一気にお腹空いた。お腹空きますね。バーグの口だよ ね。以上、福島見つけたでした。この時間は東京電力ホールディングスがお送りしました。守備固めとして出場する選手がいる。エラーの許されない場面、主力の選手が少しでも休めるように彼らは必死に守り続ける。今日を頑張るあなたにエールを。カードローンはモビットですから。貸付条件をご確認の上ご利用は計画的に。今日はボロネーゼ。長谷園の新商品パキッと、袋の中にはパスタソースが入ってる。これにパスタの乾麺をパキッと2つに折って入れちゃいます。あとはレンジで本格パスタの出来上がり。鍋なし、手間なし。この作り方感動級。長谷園のパキッと。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買取はカメラの北村。高価買取キャンペーン中。サロンパスはおかげさまで発売90周年。今日はサロンパスの日。自然の中でアートチャージ、箱根彫刻の森美術館。純烈全国ツアー、純烈コンサート2024。6月7日金曜日、水戸市民会館グロービスホールで午後2時と夕方6時の2回公演。チケット好評発売中。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。銀シャリの橋本です。僕も銀シャリだと思います。うなぎです。銀シャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中。お時間です。はい、番宣終わります。渕田照之です。新内前です。日曜のへそ、今週のメールテーマはシーズン到来ということで、修学旅行どこ行ったです。私は高校の時鹿児島行きましたけど、渕田さんは？ロサンゼルス。ロサンゼルス。ロサンゼルス。渕田照之日曜のへそは明日お昼12時から。サンドイッチマンザラジオショーサタデー。ここで就活協議会からお知らせです。介護施設への入所や病院への入院の際に身元保証人が求められることをご存知でしょうか。身元保証人を用意できないと入院や施設への入所が難しくなるケースがあります。たとえ家族がいても遠くに住んでいたり、すでに高齢だったりすると身元保証人になれないこともあるため、いざという時に困ってしまう方もいます。緊急連絡に対応したり、入院時や退院時に付き添ったりは、身近に住む家族ですら何度も対応することが難しい。そんなことも考えられますよね。一般社団法人就活協議会は、そんな身元保証を家族に代わって引き受けるだけでなく、入院中の買い物や入退院時の付き添いといったサポートも行います。また万が一の際のお手続きなどもすべて一括してお引き受けしています。詳しくは資料をご確認ください。資料請求は 0120-111-859 0120-111-859 へ。朝10時から夕方5時まで受付しています。このラジオを聞いたとお伝えください。以上、一般社団法人就活協議会からのお知らせでした。ナイツの花輪です。土屋です。平野ノラです。ナイツザラジオショー、月曜日のゲストは R1 グランプリ2023王者田津原理音さんが生登場。あ、出ました、レアカード。番組の企画で水彩画に力を入れすぎて周りの芸人を牽制する男。いや、嫌な言い方だな。ナイツザラジオショー、来週月曜お昼1時から。朝疲れが抜けていない人、夜疲れが溜まって辛い人、体全体の疲れにビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも疲れに1回1錠で効くキューピーコアゴールドアルファプレミアム、第3類医薬品です。
日本放送生活の窓口が無料セミナープロが教える相続贈与と資産運用新ニーサ制度でも知っておくべき相続対策のポイントを開催。5月21日火曜日午後1時30分場所は日本放送イマジンスタジオ。詳しくは日本放送生活の窓口セミナーで検索。イルカです。今年も開催イルカウィズフレンズ。10月3日木曜日埼玉県ウエスタ川越。ゲストは伊勢正三さん、神戸トーマ&モア。詳しくは日本放送イベントホームページをご覧ください。10月3日ぜひお会いしましょう。メール来てますよ。来てますよ、はい。出会った芸能人、あ、はいはい、サムライダーさん、京都の方、うん、道でばったり TOKIO の松岡さんに会った時はオーラがやばかったです。派手なジャケットを着ているのに普通にコンビニから出てきた時には心臓が止まるかと思いました。あ、松岡さん、俺もね、松岡さんばったり会うんだよ。あのまんまでいるもんね。俺はサウナだった。俺はちみつ二郎さんと風呂入ってたらサウナから出てきた松岡さんがあって、すごい、黙々煙が、うん、あの煙っていうか、湯気が、うん。でね、俺目悪いじゃない、うん、誰だか分かんないんだけど、すごい挨拶されてんなっていうのあった。一般の方かなと思ったら、メガネ取ってるから。うん。二郎さんが、うん、今の松岡さんじゃない、うん、あ、声松岡さんだったと思って、その脱衣室にバーって走ってって、うん、松岡さんおはようございます。ごめんなさい、一応目分かんなくて見えなくて、つって。あ、うまーっつって。かっこよかったよ。オーラがあるでしょ。割とラムまんまですもんね。まんまですね。かっこいいですね。大ボエ、高ボエさん、愛知県の方。2年ぐらい前かな、名古屋駅で鉄&トモさんに偶然お会いしました。サインしていただいたんですが、トモくんが書いてる間、鉄さんは顎の下で手を交差する、なんでだろうのポーズで見つめる。書き終わると、トモくんも同じポーズして写真も撮っていただけました。ああ、優しいね、鉄トモさん。赤、青ではなく、お二人とも黒の上下でした。ああ、やっぱそりゃそうですね。ステージ衣装ですからね。違うんでしょう、ね。鉄トモさんね。はいはい。メープルランドさん、どうも。新宿の方、築地でロケしている寿司三昧の社長を見かけました。がよく見るとそっくりさんでした。複雑な気持ちでした。あ、社長のそっくりさん。そっくりさんってちょっと残念になるんだね。社長ロケしないでしょ。だから確かに本物の社長ね。日野市、カレーライスは食べ物ですさん、はい、私はラグビーが好きです。そう、私は数年前に府中市の交差点で自転車に乗ったリーチマイケル選手にお会いしました。おー、すごいオーラで話しかけることができませんでした。はいはいはい、はい、握手したかったな。リーチは奥さんが府中でね、喫茶店やってますからね。カフェね、そう、そこでリーチもたまに一緒に働いてますから、ね、うん、行きましたね、一回ロケでね。江戸川区、元陸上部さん、どうも。某古本屋さんのチェーン店で立ち読みをしている高見盛さんと出会いました。ああ、そうですか。めちゃくちゃテンションが上がりましたが、はい、なんとなく声はかけませんでした。おお、親方ね、声かけるかけないの、うん、あれは何なんだろうね。俺は意外とかけられるかな。かけられるよね。店内とかだとまたかけにくいというか、かけない方がいいのかなとはなるのかな。はいはい、うん。メンタル強め、メンタル強めさん、ね、はい、神奈川県の、うん、子供の頃セインカミューさんを道で見かけたことある。セインカミュー、うん、さんまのからくりテレビで毎週見ていて、はいはいはい、うわ芸能人だと興奮しました。そしてとても顔が小さかったです。そう、かっこいいんだよね。かっこいいですよ、うん、背も高いしね。茨城県、ショートへの内野安打、はい、もう何年も前の話ですが、うん、幕張へロッテソフトバンクの試合を見に行った時、うん、内川選手のモノマネ芸人内川さんをお見かけしました。ただ場所がお手洗い、うん、お腹を下して駆け込むところだったので少し戸惑ったのを今でも覚えています。なるほどね。まあさ、ばったり会う場所にもよるよね。そうですね、うん、結構ね、トイレから出てきて握手してくださいって言われる、ある結構ある。ごめんなさい、今手洗ったんで濡れてますけど大丈夫ですか、って言うんですけど、あ、いいですいいですって確認はしますけど、びしょびしょの手で手握手するのってなかなか、なんかこっちもなんか悪いなって申し訳ないよね。でも今しかないって思うんでしょうね、うん、そうですね、向こうはね、うん、大丈夫ですか、ちょっと触ったばっかりですけど大丈夫ですか、汚ねえな。それは言わなくていいだろう。そうですね、どこさ大丈夫です、一応洗いましたけど、洗いましたよ
よね。ね、はい、引き続き今日のメッセージテーマは、はい、あなたが街でばったり遭遇して嬉しかった芸能人ということで、はい、うん、嬉しくなくてもいいですやだな読みづらいなそれ。さまざま思い出あるかと思いますけど、はい、引き続きサンドアットマーク 1242.com でお待ちしています。はい、RKB ラジオ聴きの皆さんとはここでお別れです。ありがとうございました。バイビー。時刻は1時55分です。日本放送ニュースです。箱崎みどりアナウンサーお願いします。はい、お伝えします。共同通信によりますと、メジャーリーグで大谷翔平選手が所属するドジャースの本拠地のロサンゼルス市が、大谷選手の背番号17にちなみ5月17日を大谷翔平の日に制定しました。これは球団が発表したもので、大谷選手は17日の午前中に市の庁舎を訪れて表彰を受け、この日を迎えられたことがすごく嬉しいし、特別な瞬間です。ドジャースの関係者、ファンの皆様に感謝申し上げますとコメントしました。そして大谷選手はその後行われたレッズ戦に2番指名打者で出場し、3回にナショナルリーグ単独トップとなる13号のツーランホームランを放ちました。衆議院東京15区の補欠選挙で別の陣営の演説を妨害したとして、政治団体翼の党の代表ら3人が警視庁に逮捕された事件で、党の複数のスタッフも選挙活動の妨害に関与した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はこれらのスタッフについても捜査する方針です。大相撲の大関霧島が夏場所7日目の今日、休場しました。師匠の音羽山親方によりますと、首の痛みが原因で再出場はしないということです。今場所が2回目の角番となる霧島は、6日目まで1勝5敗で、休場により2場所連続の負け越しとなり、大関から陥落します。以上、日本放送ニュースでした。箱崎みどりアナウンサーでした。ありがとうございました。ビッグカメラ小島メガセール、大人気のダイキンエアコン、フィルター自動掃除搭載の上位モデルがなんと5万円引きの9万9800円から、5月18、19、20日の3日間限定。詳しくは店頭またはホームページで。時刻は1時57分です。日本放送交通情報です。日本道路交通情報センターの大城さん、よろしくお願いします。はい、関越道と中央道が故障車のため渋滞しています。関越道の上りは鶴ヶ島インターに大型トラックが故障して止まっているため、2車線が規制されていて、高坂サービスエリアまで7キロ渋滞しています。藤岡ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでは1時間30分です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルの手前にトレーラーが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアを先頭に横浜大場インターまで18キロ渋滞しています。首都高速道路は4号線の下りの永福の先で乗用車2台の事故のため新宿まで6キロ、影響で上りは高井戸まで2キロ渋滞しています。3号線の上りは渋谷出入口付近で工事のため3キロの渋滞、これに伴って上りの渋谷出入口が利用できなくなっています。ご注意ください。日本道路交通情報センターの星野でした。星野さん、ありがとうございました。やめろよ、もうやめてくれそれ次の日本放送交通情報は2時57分ごろお届けします。はい、今日は東京都心も29度まで気温が上がる予報になっていますから ね、 暑いよね。お車を運転中の方も水分補給忘れないようにしてください。はい、この後も付き合いください。高島秀武です。上柳雅彦です。松本秀夫です。またまたやります、第6回トークライブラジオでショー。ゲストがすごい、野球評論家里崎智也さんにお美和子様すごい。7月13日土曜日午後2時開演、有楽町読売ホール。詳しくはラジオでショーで検索。小倉純です。毎週土曜日放送中の快適生活ラジオショッピング、
ご紹介している商品の詳しいお問い合わせは 0120-40-1475 0120-40-1475 0120-用意しなごう 快適生活まで。雨の日の運転って心配ですよね。雨の日は晴れの日のおよそ4倍も事故が多いそうです。だからいざという時にちゃんと止まれるタイヤを選びましょう。雨に強い横浜タイヤが2時をお知らせします。ザ・ラジオショー Saturday 2時です。東京ドーム2日間コンプレックス最高、吉川浩二です。2時だよ。どうも。自分で言わねえだろあんまり。コンプレックス最高だ。言わないかね。ラジオネーム千葉のプーさんからいただきました。ありがとうございます。言ったんでしょうね。今週はそうですね、送りやすかったです ね、 ですね。最後字がつくのウエンツエイジですっていうのもありましたけど、読みませんでした。いっぱい来てました。それもね、いっぱい来てる、はい。さあ、時刻は午後2時を回りました。サンドウィッチマン伊達みきおです。富澤たけしです。日本放送東島恵里です。サンドウィッチマンザラジオショーサタデー、本日も日本放送キーステーションに、TBC ラジオ、ラジオ福島、 MRO ラジオ、 KBS 京都、NBC ラジオの、ここからは6局ネットで生放送でお送りしてまいります。お願いします。はい、たくさんねメールも来てますけども、はい、うん、静岡県たりき本願寺さん、はい、今から35年ぐらい前、うん、杉並区の甲州街道沿いのコンビニで雑誌を読んでいたら、はい、僕の隣でトレンチコートを着て同じように立ち読みしていたダンディーな紳士が稲垣潤一さんでした。お、当時近くに住んでることは知ってましたが、実際にお会いできてめちゃめちゃ嬉しかったです。先日も NHK のど自慢にゲストで出られてて、うん、相変わらずダンディーでした。すごいですね。クリスマスキャロル、隣に稲垣潤一、三重県ね、仙台出身ですね。ね、仙台先輩、びっくりしますよね。で、神奈川県ドブ板キッドさん、はい、街で偶然会って嬉しかった人は友達の娘さんです。ほう、生まれた頃からよく面倒を見たり遊びに連れて行ってあげるんですが、うん、もう4歳になるからか、偶然見かけた僕に気づくようになってくれました。気づいてない状態で近づかれたりするとさすがにびっくりしますが、うん、気づいてくれるようになったり、僕と遊んでる時楽しそうにしてくれるので一番偶然会って嬉しいです。あら、なるほどね。嬉しそうね、それね。まあ著名人以外にもね、たくさんいますよね、うん、偶然会うと楽しい。うどん県大好きさん、はい、私は昔岡山市内で土屋アンナさんに遭遇しました。アンナさんに、地元のイベントに出演していて、イベント終わった後土屋さんとハイタッチしました。へえ、こういうの忘れないでしょうか、ね、会うとね忘れませんね。バズ君、神奈川県の方、はい、偶然会った方はかなり前のことですが、近くのショッピングモールで志田未来ちゃんと同じエレベーターに乗ったことです。娘が先に気づいて志田さんは、うん、ビアードパパのシュークリームを手に持ちながら、うん、マスクをずらしてパクッと食べていました。多分お母さんと お買い物に来ていた時だと思いますが、うん、一瞬見ただけでも輝いて見えました、はいはい、毎週楽しく聞いてます、うん、ゴルフ場の出来事はコントのようなことをしてるのかってラジオの前で笑ってました、はい、今後も飾らないそのままのサンドさんを応援してます。いやいやいや、ぜひ岡田さんの、ね、番組にメールしてください。大事ですね、うなぎ岡田さんにね。そう、こちら、はい、あっこちゃんの名言さん、はい、足立くんの方、うなぎ岡田で検索したところ、うん、料理人の岡田健一さんがヒットしました。まだまだ検索率が低いです、ね、岡田圭介さんじゃなくね、なるほど、まだまだですね、岡田さんね、料理人の方が出てくる。あ、まだです、岡田さんだから全然まだ定着してないですね、うなぎにね。みんな言ってくれないと、つぶやいてくれないと。うなぎ岡田でね。うなぎの日に来てもらおう。土曜の日とかにね、来てもらいましょうか。はい、はい、引き続きサンドアットマーク 1242.com までメッセージお寄せください、はい、お待ちしています。さあ、ここで日本放送、そして私東島からお知らせです、うん、はい、どうしました。来週5月24日金曜日なんですが、
8作目となる映画帰ってきた危ないデカの公開を記念しまして、はいはい、なんとあのダンディ高山とセクシー大下こと舘ひろしさんと柴田恭兵さんが揃ってオールナイトニッポンのスペシャルパーソナリティを務める舘ひろしと柴田恭兵のオールナイトニッポンゴールド映画帰ってきた危ないデカスペシャルが放送されるんですよ。5月24日ね。はい、来週の金曜日なんです。絶対聞こうこれ。はい、ここに東島もお邪魔してきまして、すごい、もうたまりませんね。すごいね。え、じゃあ舘さんと柴田恭平さんと東島さん、はい、まずどこに座るか問題ですよ。そうだよね、まずはね、そうだよね、はい、座ってやらせていただいていいのかどうですか、ね、いやそれは座るぐらいはね、ダンディとセクシーに挟まれて、はい、そうなんですよ、幸せな時間で。でも、はい、私はアブデカ初心者なんですよ。この立場から、ね、今からでもアブデカ入れるよっていう方の目線でちょっとポイントを伺ってるんですけど、世代だから。ただ羨ましくなりました。アブデカど真ん中の先輩たちとか、うん、あのリスナーの方がすごい熱量で、いやそうだろう ね集まってくださっていたので、みんなやっぱりああなりたかった、かっこよかったよ ね同級生とか走り方真似してる、そう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 、ね、運動家でああいうふうに走ってるっていっぱいだからだね。大体みんなね、柴田恭さんの走り方は早いんですよね。早いね。早いわ。ただ拳銃持ってないとダメだった。なんかカッコつかないですよ、ね。タチさんみたいにこう拳銃握りしめて、そこまで真似しながら、ね。そうそうそう。はい。かっこいいんですよ。あの二人のそのバディ感っていうのを、はいはいはい、ラジオでたっぷり堪能できると思いますので。ちょっとこれは興味あるな。ぜひ、うん、あのテレビシリーズのスタートから38年なんですよね。作品も振り返りながら新作映画の見どころなどもたっぷりお伝えしていきますので、アブデカ一色の2時間ぜひ来週の金曜日、はい、夜10時からお付き合いいただけたら嬉しいです。俺ら12歳の時からやってんだ、アブデカ。ああ、小学校の頃から見て。でもその前から僕は西部警察で舘ひろしさん見てるからね。お二人のねライブ T シャツグッズも、はい、アブデカを、ね、あ意識してちょっと、はい、作ったのありますね、2年前かな、大体そういう何かオマージュしてね、はい、ポスターとか作るんですけど、うん、ネタは全然出てこないです、ね、全くね刑事もんでもない、はい、そうですね、ぜひ楽しんでいただければと思います、はい、うん、これは聞きます、はい、よろしくお願いいたします。はい、さあこの後ですけれども、はい、ゲストコーナー、ウェンツ、はい、ウェンツくん、え、か、もう帰っちゃったウェンツ帰った、あ、帰った、わかりました、じゃあ、来た、いらっしゃってます、ユニフォーム着てる、そうですちゃんと最下位のチームのユニフォーム着てる、めちゃくちゃ笑ってる明るく楽しくいきましょう。ライオンって百獣の王なんですけどねかっこつけてるここはいいんだよな。ウェンツ刑事さん生登場です、はい、サロンパスはおかげさまで発売90周年、今日はサロンパスの日。ラジオを聞いている経営者や企業の宣伝担当の皆様、日本放送であなたの会社やお店の宣伝をしてみませんか。会社や商品の名前をもっと知ってほしい、新商品サービスを宣伝したい、そんな方はぜひ日本放送企画書サイトをご覧ください。サイトではラジオやイベントによる広告事例や音声 CM など様々な企画を掲載しています。広告のお仕事をされている方も大歓迎。今すぐ日本放送企画書サイトで検索してください。青山芳乃と前田香織、金曜日のしじみポッドキャストで配信中。東京ミステリーサーカス、テレビアニメチェンソーマンのリアル脱出ゲーム、君は公安大麻特異4階に所属するデビルハンターの一員となり、デンジ、パワー、早川明とともに迷宮の悪魔を討伐せよ。ただいま東京ミステリーサーカスで開催中、チェンソーマン脱出で検索。さあ、ここからゲストショーと、題しましてですね、はい、素敵なゲストをお招きしていく
コーナーなんですが、うん、ちょっとやっぱコンプレックスの話をしたい。許さないぞ許さない、許さないぞタレントの力大小関係ないからな、許さないぞ。もういた、すいません本当に横にいるんだぞすいません、ね、座ってた、はい、ご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。ウエンツ瑛士です、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お邪魔します。ウエンツ君に来ていただきました、ありがとうございます。シジライオンズのユニフォームを着て、はい、どうしたんですか、社会人チームですかこれは。社会人チーム、セーブライオンズですよライオンズユニフォームですよ。セーブライオンズですか、はい、埼玉って書いてるわ、本当だ。やっぱね、文化放送来るときやっぱちゃんとセーブライオンズの服で来ますよ。いや日本放送だからここね。えぇ、これ、じゃない、これライオンズナイターじゃないの。違います違います。え、日本放送文化放送ライオンズナイターだって聞いてますけど、うちはショーアップナイターです。浜松町に行ってください、それは浜松町でもねえし。違いますよ、日本放送そう、ショーアップナイターです。ショーアップナイターでございます。これだけ準備してきました、これだけ持ってきました、それだけ持ってきた、はい、ありがとうございます。メール来てます、来てますよ、はい、新潟県からいただいています。黒メガネさん、はい、ありがとうございます。ウエンツさん、今年のライオンズの戦いぶり見ていてどう思いますか、うん、私はもう応援するのが辛いくらいですということで、現在13勝25敗という、5位オリックスと3ゲーム差をつけていますね、うんうんうん、はい、そうですね、まあもう何かが吹っ切れましたね、私はね。そういった顔をすっきりした。はいはいはい。すっきりしたというか。そうですね。はい。シャワー浴びた後みたいな。本当に。もう、来季への準備に取り組んで。早いな。ぐらいのね。早いな。まだ5月よ。やっぱこう見据えて。早くないですか？育成の。育成の年というか、まあ、そういう気持ちではいますよね、うん、いやちょっとウエンツとはいろいろありまして、今シーズンプロ野球 NPB 開幕戦、はい、楽天イーグルスの開幕戦で、はい、私たちは始球式を、はい、楽天モバイルパークでやりました、はい、で相手が西武戦、うん、西武ライオンズ対楽天イーグルス、はい、でなんでか分かんないけど、うん、ウエンツから連絡が来て、うん、仙台で見たいですと、お、はい、行けますかねって、うん、でも全然行けると思うけど、うん、何人で来る、じゃあ、うん、席球団に言っとくから、うん、ありがとうございます、一人ですと。え、何、ウエンツその野球を見るためだけに一人でこの有名な人が東北新幹線乗って、うん、仙台駅から何一人で球場に来るの、うん、俺は誰かお付きの人が来るとかマネージャーさんとかね、うん、それこそお友達でもいいですよ、うん、誰かと来たらって言ったんですけど、一、うん、人で行きます、はい、でまあ俺ら試合前のイベントだから始球式、はい、で、まあ、球団の人にウエンツの対応をお願いして、ああ始球式やって、うん、助かりました。でお部屋を取っていただいてたんでね、うん、球場の上にある、うん、でそこに行ったんですよ、うん、そしたらもうそこにすでに、うん、我々の部屋ですよ、その、うん、西武ライオンズのユニフォームを着たウエンツがね、仁王立ちしてた楽天関係者しかいないところですよね、はい、そうそうそう、うん、いや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 、当然、当然我はね、私としても応援に行ってますから、球場では西武ファンはもちろん西武のユニフォームを着るわけじゃないですか。それは俺はまあどこで、それはロイヤルボックスであろうと。関係ない。関係ないね。そもそもその一人で来るっていうのはさ、誰か一生いなかったんだ。そうですね。まあまあ、ほんと、孤高の西武ファン。ライオンっぽいな。はい。もう、俺は、ライオンズファンの中で、やっぱ、頂に登ってる。なるほどね。濡、はい、れないと。まあ、もう、他のファンの方も、やっぱ、ちょっと、なかなか僕には手つけられないぐらいの、そこまで行ってる。位置に行ってるんで。まあ、とはいえですよ。ね、まあ、お二人がその話を、この、ラジオでもしてくださったじゃないですか。はいはい、いや、僕が、としては、僕もこのユニフォームを着て、うん、でサンドさんがいらっしゃったのが2回ぐらいですか。そうですね、試合始まって始球式終わって、はいはいはい、やっぱその間やっぱりブルブル震えていました震えてんじゃん、そりゃそうだよね。いや、やっぱね、ちょこちょこサンドさんがこう戻ってこられる前に、お二人にご挨拶しようっていう楽天の方がちょこちょこお部屋を、ね、ノックされたんですよ、はいはいはい、で俺はその都度、あ、これはサンドさんだと思ってはい、どうぞみたいななんかなんかお名前なんか出しゃばってんじゃねえよみたいなことを求めるためのなるほどね、ボケとしてね、返答のトントンに対してのどうぞ、あ、入っていいよみたいなことをやったら、もうそろーりなんか球団関係者の方、あ、すみません、あ、なんかっていうことを私も3ターンぐらい繰り返してのお二人の登場だったんで
正直もう安堵感もえげつなかったです。開けた人もびっくりするよね、そら、はい、ライオンズのユニフォーム着てる人いる。来てもう、ね、はい、固くなに頭を下げない、俺が仁王立ちしてるわけで、下げないよね、仁王立ち。でもそれはやっぱりね、これもう戦いが始まってる状況ですから、す、ね、今シーズン始まってるわけですから、ね、へこへこやっぱできませんから、来ようが石井さんが来ようが下げないよね。お世話にはなってますけど、やっぱり試合が終わるまでは当然それは戦いが始まってますんで、いやすごいよね本当に。試合中もね、応援歌を大声で歌うしね。普通さ歌えないやん。いやわかるよそれは、だってレジさんともね今シーズン一回行ってんですよ。レジさんもライオンズファンですよ、はい、でイーグルス対ライオンズ見に行って、うん、まあ、同じような部屋で見てたけど、はい、あの7回のラッキーセブンの、うん、要するにビジター側の応援ね、うん、ライオンズの応援歌、はい、レイジさん歌ってなかったよ。歌ってなかったですか、うん、ウエンツだけだよ歌うの。いやいや、まずそもそもビジターの応援、ビジターのそのセーブライオンズ7回の応援の時に2人がもうくっちゃべってるから、うん、なんかちょっと、ちょっとなんかつまんだりとかしながら。つまみますよ、違うか。つまむ時間だろう、ね。それはもうこっちの応援の時間だから、なんかこれはちょっとおかしいなと思って、切り裂くように歌わせてもらいましたけど。いや、だからすごいの、熱烈なファンだから。いや、でもやっぱ球場もやっぱすごい、それは素敵じゃないですか。よかったでしょ、それが本当によかったんですよ。いや、だから、俺、ウエンツを、その、イーグルスファンに巻き込みたいなと思って。うん、いや、よかったでしょ、初めて行ったんだよね。はい。めちゃくちゃよかった。楽天モバイルパーク。めちゃくちゃよかった。そうだよね。野外球場だし。実際にやっぱり僕は歌っちゃったのは、もちろんファンもそうですけど、うん、歌いたくなる球場というか、そうもうテンションが上がる。そうそうそう。で、もちろんその他球団のファンも気持ちよく過ごせるようになってるじゃないですか。うん、はい、そうです。なるほど。それにはもう偉くこう、ほんと感銘を。いや、だからね、俺、ウエンツがね、あと何回かここで野球見たら、楽天ファンになっちゃうかもしれないですね、みたいなこと言ってて、うん、もう少し、もう一気だと思って。俺、仙台駅で牛タンとか買ってあげたの。うん、すごいね。お宮攻撃。ちょっと揺られてたもんね。そうそうそう。で、俺、今回ちょっと、まあ、お二人に会えるということで、うん、ちょっとこれだけね、これが置いてあるのがもう危ないと思って、はい、持ってきたんですよ。何これ、ボールを取り出して。ボール。はい。じゃあ、これ俺が始球式した時の球。よく持ってたね。始球式の。いや、僕よく考えたんです。これめっちゃ嬉しかったんですよ。お二人が始球式をして。まあ言ってもまあ、西武も勝って、お二人にサインを入れていただいて、家に飾ったんですけど、俺別に楽天ファンじゃないし。飾ってたんかよ、ね、他球団の始球式のボール。そうですよ。別にあんまいらないな。いや、俺も、なんで俺あげたのかなと。いや、めっちゃ嬉しかったんですけど。絶対のやつ欲しがってないよ。でもこれ見るたびにやっぱり楽天思い出、ちょっと好きな気持ちがこう。で、俺やばい、やばいなと思って。これ家にあってやばいんじゃないかと思って。返しに来たんだ。ね、でも2球団好きでもいいじゃん。いや、俺もいいと思うよ。あ、2球団でもそうですもんね。好き。うん。2球団好きですもんね。二球団、はい、あ、オリックスもね、オリックスと、あ、出たよまたそのファンクラブ、はい、ファンクラブ俺よりだってすごいですよ、ファンクラブ入ってるぐらいですもんね、他の球団、強制的にね、強制的に入れられて、うん、でオリックスファンからもちょっとブーイング食らう、無理やり入んじゃねえよみたいな、やめてくれそんな企画で入るの。楽天ファンは優しいからな。優しいでしょ、うん、いやいや、でもいいものもらいましたよ、これも本当に大事に取ってますから、全然、うん、返してもらえるなら返してもらえる、ね、どうしましょうね、いや、これは渡しといた方が、そうですね、あ、そっか、はい、まだ、ね、確かに、ね、メールも来てます、はい、異次元の豚バラさん、どうもありがとうございます。浅村選手や岸選手など生え抜きの選手がどんどんイーグルスに移籍しちゃってることを西武ファンのウエンツさんはどう思ってますかというちょっとデリケートな、いやいや、デリケートでも何でもないです。もうこんなのも、この歴史が紡いできてます、このプロ野球は。まあ、いや、ね、スポーツ界っていうのもそういうもんね。ほぼ、パリーグにおいては、今何球団ですか、西武の選手が4番を務めてる。楽天の4番もね、まあまあ、島内選手の時もありますけど、でもね、はいはい、ね、浅村選手が、まあまあ西武。はい、で、まあ当然今ソフトバンクの山川選手もそうだし、まあオリックスの森友哉も、まあ今は違いますけど、まあ4番去ったりすることもある。本当だ。4番だらけですよ。で、今ライオンズの4番が？今中村武也ですけど、おかわりくん。はい。今年新加入のね、あ、アギラ。アギラ。はい。まあ、半笑いで言ってますけど。現状、行方不明な状況で、はい。二軍に行ってしまい。開幕ではいたよね。いたんですよ。ね、
それがもうメジャーバリバリメジャーリーガンなんでっていうことで私はまあその一予想になるほど、ね、したんですけども、はあはあ、ちょっと今ね二軍でもちょっとどこにいるか見当たらないという状況が今うちのフランコと一緒にございますいるよね、まあ、帰ってきますから大丈夫です信頼しております。すごいチームだよねだからそういう意味ではいろんなチームに4番張ってるっていう、ね、セリーグにも行ってますしね秋山選手とか本当だよねそうなんですだからメジャーに今菊池雄星、まあ、もうメジャーにも行ってるしなんなのライオンズはそういう何がですかだからね本当にライオンズファンっていうのはもう本当辛抱強いというかもうそういうのに慣れすぎてて、はい、もう FA するまあだから3年前ぐらい FA の、うん、資格を取る選手が資格を取る3年前ぐらいから、うん、もうあの球団に行くなという予想をして早いねはいはっていうぐらいの準備もしてますからすごいね何一つも驚きもないと言いますか慣れてるんだもん慣れてますねだからやっぱり本当の意味での選手を愛することはやっぱないでしょうねやっぱりなんでそんなこと言うのやっぱりもう傷つきすぎてあやっぱ愛すれば、はい、愛するとやっぱり本気にはならないちょうど本当に傷つくから、うん、本当フレンチキスぐらいの関係が自分が傷つくのが嫌だから自分傷つくのが嫌なんでね本気の声はしない本気の声はしないですそれはその球団愛しちゃって悲しみもそれも憎しみにも変わっちゃうからいやなるほどなねやっぱ本気で愛すわけにいかないですねなるほどね、はい、確かにそういう球団珍しいかもね珍しいですよフレンチに愛するそういう球団ですからねやっぱりそうなんだ、はいはい、でもどうなんですか今のちょっと現状ね、うん、はい松井和夫監督一生懸命頑張ってますけれども。はい、ありがとうございます。ちょっと、負けが続いてますけど。はい。まあ、今6位ですか ?6 位ですね。6チーム中かな ?6 チーム中6位なのかな。ああ、そういうことになりますね。なりますか6チーム中の。ってことは一番、最下位っていうことなのかな、うん、ああ、最下位で、はい、ゲーム差もえげつないですね。ゲーム差。5? はい。開き直っている。上、一番上と比べたらね、もう十何ゲーム。あ。もうすでにこの時点でちょっとバンク強すぎないもうちょっと記録も今作るがうん、あれ記録が多分できるんですよソフトバンクもまあ我々がもう いくらここから勝ちを重ねてももう優勝はなくなるっていう、うん、もう消滅するもう間近なんですねもちろん復活はありますけど、はあ、それぐらいの記録が今できるところで、はあ、今そんなにじゃあソフトバンクが群抜いてるから群抜いてますしまあまあやっぱ忘れもしないこのもちろんチームがちょっとうまくいかないってのはそうですけど、うんはい、やっぱりきっかけは、うん、ベルーナドームで西武ドームで行われたソフトバンク戦、うんはい初めて山川と対決するという、うん、あそこからやっぱちょっと歯車がすごくブーイングをねありました与えてましたね、まあ、まああれはごめんなさいね愛ゆえですからあれ愛ゆえなんですか愛ゆえのブーイングですから愛してますがブーって聞こえるだけで愛してますなんで本当言ってんのは愛してます。愛してますなんです。それが全部一緒に言うからブーって聞こえる。ブーに聞こえる。
Moro Wa Dori Ni Eraru Yone Forobita Omore No Hokori Wa Haru Moro Ranai Siawase Ga Aru Koto Wa Moro